争いじゃないんだよ、争いじゃん。まあ今ヒラ君来るの大変だけどね。さあネクロレミというなかなかレアキャラの組み合わせとなりました。これで一番優越してるのがティーラ君っていうのがいいですね。チームの対象決め、いや、あの勝った方を、負けた方をティーラ君が怒るっていう構図だと思うよ、多分。体育アッパーから大ヒザこの組み合わせだとダイヤどうかもよくわかんねえんだよ。勝負、お互い中距離は別にサムネにはそんなに苦労しなそうな気もしますが、2回ブロって画面端投げる。さあしっかりサマーで追い打ちも決めて EX バイパー、ちょっと奇襲気味に入ってきたが、壊してるかしっかりガード。後ろ投げ、ほらレミちょっと大変か、入れ替わって、ほうほうほう、なるほど、バックステはかなりあれです。あー、このルーグレはちょっと流れが変わる。下ソニーを打ったな今、自分含めて全員草川君に向かされてます。あ、そうなのEX バス。さあキーラ君がそんなこと書いた瞬間、まずは横レミ、なんか周りから100万って聞こえてるぞお前らそんな場所ねえからなこれドリル。さあここはまあまあまあ悲しみのエレクですが、ソニックと勝ち合えばね、相打ちでも全然リターン取れるんでいいでしょう。ランプだけ前捨てに噛み合って、エレクまでしっかりつなぐ。うわー、何アントミみたいになってるの今の。あ、後ろ投げるピオリオね、やっぱりね。あ、まだ膝と、なるほど。さあファイナルラウンド、ジャク取る、後ろ投げ、これがとにかくスタッチが高いんだよね。エレクと噛み合ってね、かなりねネクロのそのスタン能力のね底上げになってるんですよ。さあチュージェル君しっかりつないで打ってくれ、ドリル、ジャンプして、ジャンプだけは当たんないが、うわ危ね、あー裏回っちゃって、レミーのジャンプ、ちょっと技術が引きにくいんだよね。 EX バース、おっとルグレ、ルグレジャクトル、2回もらってグラップコボ投げかくらんか、マジやば、はい打ち、どうぞどうぞ、ネクロガニエルクはある、ルグレ引っ掛けてソニック